はい、パーーーナトーレです。今日は4050代向けこれができたら20代認定パート 3! ということで、ね、これももうシリーズが第3弾になってしねまま、えー、だ,だん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 難しくなってしまうんですが、えー、今日もね、えー、体の柔軟性とか、まあ、ちょっとした筋力とかバランスとか、まあ、その辺をね ボディメイクはちょっと違う感じですけれどもまあこういうところがねやっぱりちょっと衰えやすくなったりすると思うのでまあこういうところをきちんと若く保ててますかということでちょっと今日も皆さんにチャレンジを投げかけますえっと最初は結構楽ですまあ最初は結構ね楽めにだん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 難しくなっているのでちょっと簡単にしますえっとまず最初はねこれまああの僕結構トレーニングでやってもらうんですがまず最初普通にしゃがむただこれだけ ででも、これができない人結構いるまずただねここのかかとの幅てますこれがこういう力だめ近すぎるんじゃなくてできれば3 0ンチぐらい離して肘を入れてまあこの感じでしゃがむということでしっかりお尻がこのぐらい下まで降りるかどうか膝が開けるかどうかであまりこういうふうになったりしないようにこの位置に えー、いても全然10秒20秒平気でいても大丈夫かどうかということはまず一つ目になります簡単ですけどねこれただねあのー、若い人の方ができないいことが最近は多いですねなぜかもうこれ見てわかるとおり和式トイレがなくなったからです和式トイレがなくてねみんな洋式でやっちゃうのであのー、こういうしゃがむことができ,できなくなったまあこれね もしかしか、ね、田舎のヤンキーの方が股関節が健全なのかもしれないと最近思ってません。まだねちょっとね時々田舎に行くとねこれでタバコ吸ってる人いますからねこういう感じでねその方がね「おいいストレッチするね」ちょっと褒めたいぐらいなんですけどねあの健康的だねってタバコ吸ってるのに健康的だねって言いたくなるぐらいな感じで逆にあの結構こういうことが大人の人の方ができなくなっちゃったりしてますのでこれまず結構大切なんですよこの股関節。 これができるかどうかもうスクワットとかに関しても全部重要なのでまずこれができるかどうかですねはいで次もそんなに難しくないんですがえっ、ー、とこの腰を反らすストレッチ腕を突っ張って顔を前に向けて頭を上げますで別にあの骨盤が、えー、骨盤がねあの下についた方がいいことはいいけどこう押し付けるわけじゃなくてこれを下から突っ張る 肩の真下に腕が、手が、手のひらか、手のひらがあるようにして、それで顔を上げたときに、うっって声を上げたら負け。負けです。声を上げなければいいです。あの、腰脱力ですよ。無理にこう押さえつけたら腰には良くないので、腰は脱力でいったときに、ふっって言ったら失格。言わなかったら前いしましょうか。まあこれ結構こうやって浮いちゃう人とかいるんですけど、まああんまり浮かない方がいいです。これはね、あの、無理をしないで練習をしていく。腰の反りがね、 あの座りすぎの場合座り仕事が長い場合にはこの腰の反り背中の反りがなくなってしまうので、まあ、こういうストレッチを、まあ、本当はやっていった方がいいんですけれどもだからこれをやる時にととかるる感じががするっていう風なのない,方がいいいいううなな方ことですこれがない方があの背中のトレーニングで出るとか、えー、そういったものをやる時、まあ、スクワットもそうですが背中の反りをうまく保てるのでこれができた方がいいということですね。これれを声上,上げなければいいです はい、じゃあ3つ目いきます3つ目もちょっと柔軟になりますが、えー、これ片方を開いて片方を閉じますねこれできるだけ広めに広げていきます広めに広げといて、えー、反対の手でこの足を触るように手を伸ばしていってつま先つかめるかどうか足の裏の方までつかめるかどうかかかとの方までいけるのはいった方がいいです これ掴めるかどうか。逆も同じ。左右両方できるかどうか。広めですよ。広めっていうのはこの角度を結構広めにしておいて、これぐらい広めに、こういうのダメ。これぐらい広めにしておいて、えー、足を触りながらぐーっと行って、小指の外あたり、もしくはそれをもうちょっと下に行って、かかとの外まで掴めるかどか。こっちが上がらないように。 気をつけてそこまでもも裏との柔らかさそして腰の柔らかさが必要になりますこれぐらいずっと息吐いてね息吐いて伸ばすことができるかどうかですねどうですか意外とねこのぐらいで止まっちゃう人多いですここまでいきたいですこれができるかどうか柔軟性すごく重要ですはいえー、まあここまでは簡単です ここからが山です。ここから。さて、ここから、えっ、ー、と、女座りになります。大丈夫。こういう女座り。いわゆる女座り。この、まあ、角度はほどほどですかね。まあ、この程度、普通にま座ればいいです。まず、これ、まあ、男の人が結構難しいかな。そもそもこの座り方やった時にできるかどうかですけど、これで、この辺に、この辺にしてみようか。よし。えっ、ー、と、こう。 膝の角度はまあほどほどまあ普通に座ればいいかなあまりこの角度近づけすぎないですがこれをねあのー、手を、まあ、これ手の運動じゃないですか手は関係ないですこの,この中心を意識してこの中心を意識してほしいこの体の真ん中の軸ここをできるだけまっすぐのはずらさないでここ見てねこれこれを上げる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 微妙です微妙ですここがあのー、1センチ まあ2センチは難しいかな。僕もね、これ正直、そんなに今ぐらいしか上がらないです。でも、これをお客さんには僕はやってもらうと、大体にと、うわいやいや、それ違うからあ。これ違います。体の位置が動かず、膝のここ、支点にして、ここを押さえます。ここね。ここを押さえつけといて、かつ、体のこ,こ、こっち逃げることなく、ここ、支点、こう動かない。 こういう感じね。こういう感じの動きになって、足が、ね、体動かないで、2、3、4、5、6、7、8、9、10。まあ、このね、わずか1センチ、1.5センチぐらい浮かすのが結構難しいです。これが、できますか体、ねじれず、ねじれず、1、2、3、 4 5 6 7 8 9 10ここねほぼ水平にこう上がっています足がこう水平に上がってきますでこれ何やってるかというとここですねこの大腿筋膜張筋のこの付け根これ多分ねあのつりそうになりますつりそうになりますあの実際これチャレンジしてつっちゃうかもしれないですまあ別に怪我はしやしないですけどね ここの収縮がきちんとできるかどうかですね。収縮がきちんとできるから。収縮ができない場合、ここが縮まないから体こっち向か、あの、持っていかないと浮かないということですね。ここの収縮がきちんとできれば、上がってくる。上がってくる。上がってくる。あの、股関節が健全かどうかというのは、まあ、さっきのこのしゃがむので、ここの付け根が伸びているかどうか。まあ、あるいはこういう開脚だったりとか、まあ、こういう、このストレッチね、伸ばす、 方ができるかかどううというのもあります。これはあの普段伸ばす運動をしていなければ伸ばすのが苦手なのでえ伸びることができなくなってしまうということですね筋肉は、えー、そこが硬くなってしまって伸びることができなくなってしまうだけどここの大体筋膜張筋の場合は大体立ってるまっすぐ立ってるから、えー、伸びたままなんですね逆に縮めることが少ない足をとか膝をこう立っててあげることがすごい少なければそこを使ってないわけですね。 そこを今これは一番縮んだ状態一番縮んだ状態にひねってかつこうちょっとこれ上げることで一番収縮のポジションに持ってきてる感じなのでこれ自体が相当難しくなるだけどだけど伸びる筋肉はね伸びることもできれば一番縮むこともできるのが一番健全な状態だからあの縮むことができ縮むこともできなければいけないということです縮むこともこの筋肉に忘れさせちゃいけないということ これ足を動かすスポーツサッカーなんかもそうだしバスケットもそうですけど足を動かすスポーツやってる人の場合はこれがやっぱりきちんとできないと足がうまく上がってこないですねこれは絶対できた方がいいし左右が同じぐらいできた方がいいということですねこれ結構難しいですできますでしょうかさて次のチャレンジはこれの登場です覚えてますでしょうかコップに水コップに水 そしてランジですえー、まあちょっとこの間チャレンジした人もいるかもしれないですが今日は認定試験です認定試験ですからえー、水でやってください中にはねあの本でやったでも本でも落ちたっていう人もいたんですけど認定試験は本物の水でやってくださいまあ今僕もこれちょっと3分の1ぐらいしか <laughs> 入れてないですけれどもえー 水で認定試験を行いますえー、今日はこれをのっけて大丈夫かなここで失敗したら部屋びしょ濡れですこれねでもねさっきねあの何も入れないでこのプラスチックコップだけでやると僕の紙がジェルついてチクチクして跳ね上がるんでそのバネの力でポコプが倒れそうだったんですけど水があると逆にちょっと抑えられますね水があると グッと押さえ続けられて、逆に安全感増してるっちゃ増してるんですけど、僕の頭はそんなにね、ぺったこじゃないですよ。ぺったこじゃないですけど、これでバックーです。えー、ちょっと待ってよ。おめでとうござい,危ない,危ない慎重いきますよ。慎重に。ちょっとしばらく喋らなくなります。しばらく喋らなくなります。無音でお楽しみください。バックーなんで片足だけです。 これね、いい一応ね喋ってくるぐらいなんで大丈夫になったんですけどいやいやちょっと待てよ修正します修正しますよしいってますか1234 56789おおいけるいけるいける10オッケー一発 OK でした今日も一発 OK でしたただし今日はバックランジで左右交互じゃなく一本足で このまま膝上げです、まあこれねバックランジ交互にやるのと比べてよし足はありますねバックランジの場合右左右左ねそこ自分でここコントロールしなきゃいけないです右左ただ今の場合片足のねずっと同じ方なんで変えなくていいという利点はまあありますただ立っても座ってもしゃがんでも同じ足なんで大変になりますが、えー、ちなみに僕 右足の得意です左足のほうが苦手です左右のね足の長さのことがあって少し左のほうが苦手なんですが逆いけますでしょうか大丈夫かなこっちはね怖いですよし後ろ空いてるのかな大丈夫かな1二。 お危ねえ !456 おあやべ七 <laughs>、怪しい8910 オッケー、一瞬微妙なところありましたが、まあいいでしょう。<laughs> まあいいでしょう。えー、バックハンド2を水乗せて10回できることが最大の山です。ちなみに、コメント欄に先日、水乗っけてできたという書き込みはなかったような気はします。誰か、 できる人いるんでしょうか？まあこれもうあの <laughs> 20代認定かどうかよくわかんなくなってきますけどね。あのただこのバランス感覚頭体感しっかりなんとかね。これをコントロールしてバックランチ上手くなってほしいなと思う。そんな気持ちからやっております。はい、遊びじゃないです。真剣にやっております。えー、今の今日のチャレンジできますでしょうか？今回も。 ちょっとチャレンジしたらどんどんコメントを書いてみてください。楽しみにしております。はい。ファーストトレーナーゆうでした。